so long. I know that you are hurting. We will make the break of dawn. I see the morning coming. Honey, you are not alone. Cause I am right beside you. I know you feel your strength is gone. So I will carry you back home. I will carry you back home. あっという間に12月。今日はゆっくりと時間をかけて2020年を振り返ってみよう。今年のお正月は両親と一緒に過ごすことができた。当たり前のように思うかもしれないけれど、私にとっては特別なことだ。両親と疎遠になっている間、心の中が空っぽになっているような気がした。そんな私のそばで私を支え続けてくれたのがジャスミン。ゆっくりと忍び寄るコロナウイルスに翻弄される未来を知らぬまま平和な時を過ごしていた。大好きな友人三人と京都嵐山の天龍寺に桜を見に行った。この頃から少しずつおうち時間が増えていった。うちの中にこもっている時間が増えて、私は自分の人生にとって何が本当に大切なのかをよく知ることができた。ジャスミンのお誕生日をこんなにもゆっくりとお祝いできたのは何年ぶりだろう。コロナウイルスの状況を見ながら、私は一人旅に出た。もちろんマスクの着用、手洗い、そしてソーシャルディスタンスは徹底して行っていた。私はハイリーセンシティブパーソン、人一倍敏感で繊細、感受性の鋭い人。さまざまな刺激や情報に敏感で疲れやすい。時に生きづらさを感じてしまうのも事実。
けれど、この繊細さゆえに持っている長所がある。それは幸せ虫眼鏡。どんな小さな幸せでも、この虫眼鏡を通して見てみると大きな幸せに変わる。うちの中に、町の中に、そして旅先に、いつも私は美しいものを探している。そして優しくて温かいものを探している。健康であること、両親が元気でいること、ジャスミンが元気でいること、旅に出られるということ、すべてを当たり前のように感じていた。憎きコロナウイルスは私に問いかける。あなたの大切な人は誰ですか？あなたが大切にしている暮らしはどんな暮らしですか？そしてあなたが大切にしている存在を、あなたは本当に大切にしていますか？家族も健康も愛犬も暮らしも、大切なものは大切にしないと壊れてしまう。そんなことに気づかされた2020年。笑って泣いて落ち込んで這い上がって、そんな風に私は暮らしていくのだろう。そしてその一瞬一瞬を大切にしながら。